折口忍死者の書かの人の眠りは静かに覚めていった真っ黒い夜の中にさらに冷えあす,するものよどんでいる中に目の開いてくるのを覚えたのである。 したしたした耳に伝うように来るのは水の垂れる音かただ凍りつくような暗闇の中でおのずとまつげとまつげとが離れてくる膝が肘がおもむろに埋もれていた感覚を取り戻してくるらしくかの人の頭に響いているもの 全身にこわばった筋がわずかな響きを立てて棚底足の裏に至るまで引き連れを起こしかけているのだそうしてなお深い闇ぽっちりと目を開いて見回す瞳にまず足かかる黒い岩尾の天井を意識したついで氷になった岩床 両脇に垂れ下がる荒石の壁したしたと言わずたう雫の音時がたった眠りの深さが初めて頭に浮かんでくる長い眠りであったけれどもまた浅い夢ばかりを見続けていた気がする うつらうつら思っていた考えが現実につながってありありと目に染みついているようである、はああ耳もの閉じよみがえった言葉がかの人の記憶をさらに弾力あるものに響き返した耳もの閉じ 俺はまだお前を思うている。俺は昨日ここに来たのではない。それもおとといやその先の日にここに眠りこけたのでは決してないのだ。俺はもっともっと長く寝ていた。でも俺はまだお前を思い続けていたぞ、耳物閉じ。ここに来る前から、ここに寝ても、 それから冷めた今まで一続きに一つことを考え詰めているのだ古い祖先以来そうしたようにこの世にある間そう暮らしていた習わしからであるかの人はのくっと起き直ろうとしただが筋筋が切れるほどの痛みを感じた 骨の節々のくじけるようなうずきを覚えた。そうしてなおじっとじっとしている。ぬばたまの闇、国玉の大きな石壁に刻み込まれたしらじらとした体のように、厳かに、ながすんなりと手を伸べたままでいた。 耳物閉じの記憶ただそれだけの深い凝結した記憶それが次第に広がって過ぎた日の様々な姿を短い連想の紐に貫いていくそうして明るい意志がかの人の死にがれた体に再び立ち直ってきた耳物閉じ俺が見たのはただ一目 ただ一度だだがお前のことを聞き渡った年月は久しかった俺に寄ってこい耳物閉じ記憶の裏から反省に似たものが浮かび出てきた俺はこの俺はどこにいるのだそれからここはどこなのだそれよりも第一この俺は誰なのだそれをすっ やはり俺は忘れただが待てよ俺は覚えているあの時だカモが音を聞いたのだっけそうだ長田の家を引き出されていわれの池に行った包みの上には遠巻きに人がいっぱいあしこの茅原底のボサから首が突き出ていた皆が大きなおらび声を上げていたっけな あの声は残らず俺を愛しがっている半泣きのわめき声だったのだ。それでも俺の心は澄み切っていた。まるで池の水だった。あれは秋だったものな。はっきり聞いたのが水の上に浮いているカモドリの声だった。 今思うと、待てよ、それはなんだか一目惚れの女の泣き声だった気がする。おお、あれが耳物閉じ。その瞬間、肉体と一つに俺の心は急に締め上げられるような刹那を通った気がした。にわかに楽な広々とした世間に出たような感じがした。そうして、ほんのしばらく、ふっと、 とそう考えたきりで空も見ぬ土も見ぬ花や木の色も消え去った俺自分すら俺がなんだかちっともわからぬ世界のものになってしまったのだああその時きり俺自身この俺を忘れてしまったのだ足のくるぶしが 膝のひっかがみが腰のつがいが首の付け根がこめかみがぼんのくぼがとだんだん上がってくるひよめきのためにうごめいた自然にほんの偶然こわばったままの膝が折りかがめられただが依然として常闇おおそうだ 伊勢の国におられる尊い御子俺の姉子。あのお人が俺を呼び池に来ている。姉子、ここだ。でもお前様は尊い御神に仕えている人だ。俺の体に触ってはならない。そこにいるのだ。じっとそこに踏みとまっているのだ。ああ、俺は死んでいる。死んだ。殺されたのだ。忘れていた。そうだ。 ここは俺の墓だ。いけないそこを開けては、束の通いじの扉をこじるのはおよし、よせ、よさないか姉のバカ。なんだ、誰も来てはいなかったのだな。はあ、よかった。俺の体が天日にさらされて、みるみる腐るところだった。だが、おかしいぞ。こうっと あれは昔だ。あのこじあける音がするのも昔だ。姉子の声で、つかみちの扉をたたきながら言っていたのも、今のことだったと思うのだが、昔だ。俺のここへ来て間もないことだった。俺は知っていた。10月だったからカモが鳴いていたのだ。そのカモみたいに、 首をねじちぎられて何もわからぬものになったことも。こうっと姉子が墓の音で泣きわめいて歌を歌い上げられたっけ。磯の上におうる足火をと聞こえたので、ふと冬が過ぎて春も竹染めた頃だと知った。俺のムがもう半分溶け出した自分だった。その後、 ど見すべき君がありと言わなくにそう言われたのではっきりもう死んだ人間になったと感じたのだその時手で今してるように触ってみたら驚いたことに俺の体は着込んだ着物の下でほじしのようにぺしゃんこになっていたカイナが動き出した 片手は真っ暗な空を指したそうして今一方はそのまま岩床の上をかきさぐっている「宇津富の人なる我や明日よりは二神山を色瀬と思わん」「泣き歌が聞こえてきたのだ」姉子が諦めないで もう一つ継ぎ出してて歌ってくれたのだ。それで知ったのは俺の墓というものが二上山の上にあるということだ良い姉御だったしかしその歌のあとでまた俺は何もわからぬものになってしまったそれからどれほど経ったのかな どうもよっぽど長い間だった気がする。伊勢の美子様、尊い姉子が来てくれたのは居眠りの夢を覚まされた感じだった。それに比べると、今度は深い眠りの跡みたいな気がする。あの音がしてる、昔の音が。手に取るようだ、目に見るようだ、心を沈めて、沈めて、 でないとこの考えがまた散らかっていってしまう。俺の昔がありありと分かってきた。だが待てよ、それにしても一体ここにいる俺は誰なのだ、誰の子なのだ、誰の妻なのだ、それを俺は忘れてしまっているのだ。亮のカイナは首の周り、胸の上、腰から膝をまさぐっている。 そうしてまるで生き物のするような深いため息が漏れて出た「大変だ俺の着物はもうすっかり腐っている俺の袴はほこりになって飛んでいったどうしろというのだこの俺は着物もなしに寝ているのだ」辻走るようにかの人の体に 血のの駆け巡るに似たたものが過ぎた肘を使えて上半身が闇の中に起き上がった「おお寒い俺をどうしろ」とおっしゃるのだ尊いおっさ様俺が悪かったというのなら謝ります着物をください着物を俺の体は地べたに凍りついてしまいます かの人には声であった。だが声でないものとして消えてしまった声でない言葉がいつまでも続いている「くれろおっかさま着物がなくなったすっぱだかで出てきた赤ん坊になりたいぞ赤ん坊だ俺はこんなに寝床の上をはいずり回っているのが誰にも分からぬのか」。 こんなに手足をバタバタやっている俺の見えるやつが犬のかそのうめき声の通りかの人のむくろはまるでダダをこねる赤子のように足もあががに見やがきをばくり返している明かりのささなかった墓穴の中が時を経て薄い氷の膜ほど透けてきてもののたたずまいを 幾分分おぼろにに見分けるることができきようになってきたどこからか月光とも思える薄明かりが差し入ってきたのであるどうしようどうしよう俺は立ちまでこんなに錆びついてしまった。